ライオンズ先発石井和久の立ち上がり、先頭バッターの坂口にフォアボールを与えたんですが、荒川のところで三振ゲッツー、これ大きかったですよね。そうですね。そして3番後藤も三振、1回の表バファローズを0点に抑えます。その裏バファローズ先発は近藤、小林コーチが立ち上がりが課題と話していたんですが、その先頭のところでまず片岡ツーベース、さらに栗山が続きます。連続ツーベースでノーアウト三塁二塁とチャンスを作ったライオンズは3番中島、昨日は先制ホームラン、今日は先制タイムリー。まあ本当に考えてバッティングしてますよね、中島選手は。1点先制すると4番フェルナンデス、昨日ノーヒットだったんですが、今日は第1打席でタイムリーが出ました。はい、森コーチも喜んででしょう。中村三振の後、6番佐藤智明も三遊間を破ります。これで3点目。さらには坂田のファーストゴロ併殺崩れの間にもう1点、ピッチャーゴロファースト崩れでもう1点を加えます。3回の表石井和久のピッチング、ワンアウト三塁一塁というピンチがあったんですが、ここで荒金と後藤を打ち取りました。落ち着いてますね。ランナーは背負っても点をやらない石井のピッチング。そしてその裏です。ワンアウトランナー二塁三塁として7番の坂田のバッティング。レフトへの打球が打った瞬間に分かるスリーランでした。これで3点を加えて7対0となります。さらに5回目、サード原のスーパープレー。フェルナンデスもよく取りました。いや、これ抜けてれば本当わからんかったですよ。はい。